ドノバン・フィリップス・スレッチは、スコットランド出身のミュージシャン、シンガー・ソングライター。ボブ・ディランラと共に代表する、フォーク・ロックの早々期から活動するアーティストの一人、通称、ドノバンとして知られている。2012年、ロックの殿堂入り、および2014年、ソングライターの伝道入り、スコットランド・グラスゴーのメディー・ヒルで生まれる。彼は、幼少時に、 ポリオに感染したが、幸いにも後遺症は残らなかった。1956年に、一家は、イングランドのハットフィールドに転居する。家族は、スコットランドやイングランドのフォークミュージックを愛し、その影響を受けた、彼は14歳でギターを始める。学校を卒業後、彼は、長年の友人ジプシー・デーブと共に、イギリスの周りを数年間、フォークソングを演奏しながら旅行した。 デビュー当時イギリスのフォーク界にデビューし、いくつかのテレビ番組出演後、1965年には成功するが、彼の成功はイギリス国内に限られたものであった。しかし、エピックレコードと契約し、プロデューサーのミッキー・モストと組むようになって彼は、フォーク、ジャズ、ポップ、サイケデリック、そしてワールドミュージックを混合したスタイルで成功を得た。 b TVCBS 出演時ドノバンは、たちまちに人気のあるイギリスの有名アーティストとなる。1966年から1970年にかけてサンシャイン・スーパーマンやメロー・イエローなどのヒットシングルやアルバムを多数リリースした。当時のドノバンのバンドには、レッド・チェッペリン結成前のジミー・ページ、ジョン・ポール・ジョーンズ、ジョン・ボーナムや、ジェフ・ベック、エンジニアには、 エディ・クレーマーなどが参加していた。彼はビートルズとも親交を深め、ポール・マッカートニーの作詞に協力したり、ジョン・レノンにギターテクニックを伝授して、彼らとコラボレーションを行った、わずかなアーティストのうちの一人であった。さらに1968年には、ビートルズのメンバー、女優のミア・ファロー、ザ・ビーチ・ボーイズのマイク・クラブと共に、インドを訪問している。 彼は1970年代から1980年代にかけてシーンから乗り遅れ気味になったものの、ナッシュビルサウンドや R&B などを取り入れながら、コンスタントにコンサートやレコーディングを行った。しかし、グラムロックの要素を導入したコズミックホイールズを最後に、以後33年間にわたって、全英アルバムチャートから遠ざかるようになった。 アメリカでもスローダウンワールドを最後にチャート入りを果たせなくなっていく。USA ワシントン DC 公演どの番は、その長い経歴の間に数度、公演やレコーディングから身を引いたが、1990年代にはリバイバルブームによってその人気をやや回復し、1996年に著名なプロデューサーであり、彼の長年のファンであったリック・ルービンと共にアルバム、 スートラ経典をリリースした。その後もコンスタントに活動しており、自主レーベル、ドノバンディスクズを設立。2004年のアルバム、ビートカフェから作品リリースを開始している。子足のドノバンでエッジジュニア、四女アイオンスカイは、共に俳優として活動している。ハーディガーディマン、ドノバンチョナギサジュワレ監修。 池田陽子役工作者2008年 ISBN978 から4から875024125ありがとうございます。